ふう、前回は信長様のせいで疲れたわい。さて今日ぐらいは趣味の茶の湯でゆっくりして日頃のストレスを発散しよう。あのパワハラ社長はこれだけ頑張っているわしに茶器の一つもくれんケチ野郎だからな。さてと、作動セットもセッティングしてと。よっちゃ準備オッケーじゃ。さてと、シャカシャカとシェイクして。<laughs> デリーシャス。この一杯のために生きてるな。 殿、急ぎ伝令でございます。今は忙しいだとにせい。安土の信長様からの支給のご要件でございますがよろしいのでしょうか。ええ、信長様からじゃと。今いいところなのに。ではご使者の方に殿は、今忙しいと、バカ帰れ帰れと返答いたしましょうか。馬鹿を申すが、すぐに会うゆえを通しいたせ。 かしこまりました。はあ、なんか嫌な予感がするな。滝川様お久しゅうございます。森ランナルにござりまする。死者とはその方であったか。さようでございます。滝川様どうなされました顔色が少し悪いような。いや、気のせいじゃいたって健康である。 そうでしたかああ、そうじゃして、ランマル本日のおこし向きは。はいでは、主人信長様からの伝言をお伝えいたしまする。おい、かずますき様、前回腹痛と称して、世の前から逃げおったな。しかし、海より深い慈悲の心を持つよざ。 おめえ挽回として。米田コーヒーのモーニングセットが食べたいえ、と申いたせ。しばらくは準備もあろうえ、猶予を使わす。それまでによく米田コーヒー店のことを調べとくのじゃ。わかったか。かしこまりました。とお伝えください。承知しました。では私はこれにて。はあ。 やっぱり信長様の無理難題か米田コーヒーのことよく調べんといかんな確かモーニングセットが食べたいって言ってたよなわしパン苦手なんだよなとなそろそろお休みの時間なのですがええもうそんな時間米田コーヒーのモーニングセットについて調べとかんともうお休みの時間でございます 睡眠不足はお肌の大敵にございます。忍びのものを放って私が調査しときますのでもうお休みください。おい忍者。忍者部隊ただ今参上。忍者部隊殿に代わり米田コーヒーを徹底的に調べとくのじゃよいな。イエスさん行って参ります。では殿ゆっくりお休みください。 ああではゆっくり休ませてもらおう。では本日はこれまで。グーグー。とのおやすみなさい。